働きやすさだいぶ変わったと思います。昔はもちろんもう家でずっと仕事だったし、ね、20年前とかの話は全然今とは違いますね。そこはでも園長先生になって変わったかもしれない。どっちかといえば怒られて育った時代じゃないけど、ね、そういう時代で先輩の先生はやらなくていいけど、新人が全部この行事の準備はして、だから新人は自分のことは家でも誓ってやりなさいよっていうふうに教わって育ってきたし、だけど園長先生は多分そういうことなくて、そんなに大々しくしなくていいから使えるものは使ってやっていこうねとか、今日は早く帰りましょうみたいな感じのところから入ってきて、世代も変わってもう絶対定時に帰ろうねとか、園長先生話しやすくなったの、そのこういうとこがちょっと負担なんですけどとかいうのも多分割と言ってたと思います。じゃあ見直してなくしていけるものはなくしていこうとか、こう変えていこうっていうのを徐々にやってきた感じかな。で気づいたら定時で帰れて、休みはちゃんと休んで自分の時間を、趣味の時間だったりとかプライベートの時間をちゃんと充実させることが先生としての質の向上にもつながるからねっていうのをずっと先生たちに言ってるから、そう、趣味とかすごい大事にしてねとか、旅行いっぱい行ってきてねとかいう方なので、それは結構浸透してきたのかなと思います。一応先生面白いんですけど、話を聞いてくれるから、普段はね園長室にいるのであれですけど、結構保育遊びに行きます。で子供たちと一緒に遊んで、遊びすぎて片付けなのに遊んで結構怒られてます、園長先生も一緒にそんなところもなんか言えちゃうみたいな感じ。園長先生片付けですけどとか言って言われて、言って出され園長先生は事務室、園長室に帰ってくださいとか言って帰らせちゃうぐらい。